しっかりして。どうしよう、ブローニャ死んじゃうの？バカなことを言わないで、ロザリア。どうしてゼーレたちにできることはないの？ゼーレ、私に代わって。あなたのそばにお姉様を救えるものがあるでしょ。それって黒煙白火のこと？でも他の問題は置いておくとしても、ゼーレたちはこれの使い方すら知らないんだよ。大丈夫よゼーレ、私を信じて。あなたが本当にこれを操れるの？この武器に言いようのない親しみを感じるのよ。私の力に共鳴しているのかもしれない。思うに、もしかしたら私はもともとこれの使い方を知っているのかもしれないわ。わかったよ。でもゼーレも一緒にやらせて。そんなこと言ってる場合なの？違うよ。そのゼーレにはわかるの、あなたが強がってるって。はあ？多分その力の使い方は知ってても、使うための対価についてはあまり把握してないんでしょ。実は自分一人でブローニャお姉ちゃんを助けられるかわからないんだよね。ちゅ、だからお願い、ゼーレにも手伝わせて、一緒にブローニャお姉ちゃんを助けよう。あなたには負けるわ。よく聞いて、私はこの武器独自の力を引き出せるか試すから、あなたは私に合わせてその力を感じ取って、お姉様に流し込んで。わかった、頑張るね。じゃあ始めるわよ。お願い、絶対に成功して。成功したの？ローニャ、お姉ちゃん。ゼーレ、もう一人の私、大丈夫？もう一人の私。ちゅ、うるさい。大丈夫よ。びっくりした。私も知らないうちに疲れてたのよ。この黒煙白火が消費する生命力とでも言うの？何にせよその対価は確かに私が想像していたものと違ってたわ。でもところで、さっきはかなり焦ってたようね。そうだよ、次はこんな風に脅かさないでよね。待って、はっきりと認めたわよね。なんて答えたらいいかわからない。
るじゃない。聞こえてる？ゼーレ。はいはい、分かったわ。ゼーレの言うことを聞くわ。これからは何でも聞く。ちょっとちょうだいよね、ボス頭。あれって私たちが第二次崩壊の時に見たものじゃないわよね。エネルギーの指導とモニターの反応から見て、あれは確かに心音結界だ。いや、正確に言うと心音結界に似た約束の力の使い方だ。キアナ、今すぐみんなを連れて逃げなさい。その歯車に触れたらおしまいよ。光の膜が破られた後の防御措置なのかはわからないけど、その中にある虚数の種を中心にして外に向かって急速に広がってるわ。ゼーレ、ロザリア、リリア、まだ走れる？ないのに、あの歯車の広がる速度は少しも衰えない。何か方法はないの？少なくとも跳ね返せるような方法は。まだ力が回復してない。あれは、ハイペリオンに搭載されている突撃艦？テレサ、いつの間に出て行ったの？それもありだ。テレサさん、君が近くまで行っているなら、早く地上にいる人たちを突撃艦に乗せて、そこから離れるんだ。いいえ、博士。撤退という選択肢はないわ。テレサ！ブローニャは悪戦苦闘したばかりで、力を使い果たしてる。それにこの歯車の広がる速度、空中から撤退しようとしたらより大きなリスクを伴うわ。博士、前に行った約束に関する実験を覚えてる？あんたまさか。みんなも思いついたはずよ。私が心音結界を使ってあれと同等の約束の力を出せば、キアナたちは危機を脱することができる。テレサ、待ちなさい。その方法は確かに理論上はうまくいくわ。でも、テレサさん、心音結界がほぼ融合戦士のようなものである君にとって何をもたらすか知っているはずだ。知ってるわ。第二次崩壊の時に一度経験したもの。あんた、あの虚数の種を見た？あれに相当する力なんて絶対に死ぬわよ。そうかもしれない。結界を展開した後は崩壊エネルギーを動力源とする艦のエンジンも停止する。僕たちでさえハイペリオンから遠隔操作できない。知っているわ。どうやら
もう君を止めることはできないみたいだね。理解してくれてありがとう、博士。